こんにちは、サドラです。今回は僕はこの記事の存在をゲームのお仕事関係で仲良くさせていただいている方から教えていただいて存在を知ったんですけども、こちらのセンサータワーさんから、モンスターハンターナウを含めた位置情報ゲームの売り上げですね、をまとめた記事が公開されていまして、まあ、これが結構ね、まあ、国柄でなんで日本で位置情報ゲームが売れるのかっていうのに触れられていたりもしたので、こちらの記事をモンスターハンターナウのユーザー目線で見させていただきながら、まあ、モンハンナウが今後どうなっていきそうなのかっていうのについてもお話 をさせていいただければなと思います早速本題に入っていくんですがこちらですね日本の位置情報ゲームの年間収益は6億ドル以上で世界の約50%ドラクエオークは月間滞在時間10時間以上が約30%以上っていうことで見出しがね書かれていまして。 まず、日本の位置情報ゲームの年間売り上げが6億ドルっていうことになっていますので、まあ今1ドルがだいたい150円ないぐらいですね。なんで、まあだいたい6億ドルっていうと、まあだいたい900億円ないぐらいですね、の売り上げが、こちらの日本の位置情報ゲームの市場になっているみたいです。まあ、すごいですね。年間で900億ぐらいのお金が動いてるって考えると、 まあ日本の位置情報ゲームってめちゃくちゃ課金されてるなと思うんですがまこういったね見出しになっていましてでドラクエウォークに関してはまあ月に10時間以上ゲームを遊んでる人が30%以上いましたよっていうのもデータが出ていましてまあこちらにも書いてある通り日本では位置情報ゲームの人気が高く2023年の収益が6億ドルを突破しましたまあこれが900億円ぐらいですねを突破しましたってことでこれは世界位置情報ゲームの売り上げの約50%に相当し同ジャンルにおいて日本は最大の市場です また日本では位置情報ゲームは月間プレイ時間も長く収益トップのドラゴンクエストウォークではまあ月に10時間以上のユーザーが30%を超えてますってアクティブユーザーがね結構多いっていう内容になっているんですがまあここでもね見ていただいてわかる通り世界の約50%を日本が占めているっていうことなのでまあ日本での位置情報ゲームの人気の高さっていうのがめちゃくちゃうかがえますねでこれに関してはまあこの後もね記事で触れられてもいるんですがまあ結構日本の治安の良さとかあとは交通機関 期間がが結構充実しててたたりとか、まあ、そういっっ背景があ,って、まあ日本で、かかなななり位置情報ゲームがが売上が高くなっているのかなとは思いますで、まあここにね、まあ我らがモンハンダウンも入ってまして、あと、ポケモン GO とドラクエウォーク、あと、信長の野望とエキメモですね、が一応アプリとして今回挙げられています。で、こちらですね、人気の位置情報ゲームはドラクエ、ポケモン、モンハンの IP を活用して、アメリカの約1.6倍の収益を上げている日本市場ってことではね、アメリカよりも日本の方が市場が大きいですよっていうのが書いてあります。 まして一応こちらが位置情報ゲームの市場別収益シェアってことになっていまして、まあ1位が日本ですね。まあ、圧倒的でも半分ぐらいを日本が占めていて、 ま、二番目がアメリカ。で、ね、三番目にドイツで、台湾、イギリスっていう感じだと、その他で15%ってなっているので、このま、円グラフから見ても、まあ、二番目がアメリカなんですけども、まあ、それの倍ないぐらいですね。まあ27、27%と49%なんで、まあ、倍まではないんですけど、まあ、倍近いぐらい、まあ、日本の方が売り上げが大きいよっていうことが、ここでわかると思います。次に、日本の位置情報ゲームで、どのゲームが売れているのかっていうのも一応まとめられていまして、一番売れているのがドラクエウォークですね。 これがまあ4億ドルと2億ドルの真ん中ぐらいなんで3億ドルぐらいですね売り上げがあるのでまあだいたい400から500億円ぐらいの売り上げがドラクエウォークだけでありましてまあその次にポケモン GO モンハンナウってなっててまあここで見るとねモンハンナウって結構低く見えてしまうと思うんですが 注意していいたただきたいののががこれ、集計期間2023 12年の1月月から12月なんで、すよでモンスターハンターナウがリリースされたのが9月の14日になりますので、まあ、そこから3ヶ月でまあ、ここまで売り上げが伸びているっていうのを考えると実質はポケモン GO と並ぶぐらい、まあ、ほぼ同じか、もちろんリリースされたての勢いっていうのもあるんですが、多分この年の3ヶ月だけで見るんであれば、ポケモン GO よりもモンハンナウの方が売り上げは高かったのかなと思います。あくまでドラククエウォークとポケモン、GO、は、まあ、1年間、ねしっかり サービスがリリースされていた状態に対してモンハンナーは3ヶ月しか対象期間がなかったので、まあ、こういう風に落ちるってというのは注意をしていただければと思うんですが、まあ、それでもすごいですよね3番目にモンハンナーが来ているのはめちゃくちゃすごいと思います で、その下に、駅メモさんと、信長の野望ですね、が来てまして、まあ、駅メモに関しては、お仕事でちょっと記事を書かせていただいたりはしたんですけど、結構ね、駅をメインで回っていく位置情報ゲームになりまして、リリースされて確か結構期間も長いので、まあそれでもね、ずっとここのランキングにいるのもすごいなと思います。で、信長の野望さんに関しては、もう、ハンのんとほぼ同じぐらいの時期に確か、リリースされたゲームだと思うんですけど、まあ、こちらも今回、比較対象に入ってきてるって感じですね。で、まあここにも書いてあるんですが、ドラクエウォーク スクエニさんがリリースされているゲームになっているので。 ま、ついで、ポケモン GO とモンスターハンター9は、ナイアンティックさんがリリースされている位置情報ゲームですっていうことで、ま、書いてありまして、で、さらにこちらですね、2023年の日本モバイルゲーム全体の収益において、位置情報ゲームは5%のシェアを占めるに至っていますっていうことで、ま、この全体っていうのが、ま、例えばよくね、ま、今流行っているパズドラとかモンストとか、ま、いろんなゲームを含めても、そのうちの5%のシェアを取れてますよっていうのが書いてありまして、ま、実際に日本のモバイルゲームデータ収益ランキングで でも人気を確認することができますっていうことで、まあ、2023年の日本モバイルゲーム売り上げのトップ10は、まあ、6位にドラゴンクエストウォーク9位にポケモン GO が入ってきているっていうので、まあ、2つのね位置情報ゲームが入ってきてます、まあ、もんもんはんに関してはちょっとリリースされてねまだ日が浅かったので まあ今回入ってこなかったんですけども、まあ、ポケモン GO にね、今収益ランキング近いぐらいは毎月出ているので、うまく続けば、来年のね、こういった記事には、モンハンナウの名前も載ってきてくれるんじゃないかなとは思ってます。で、まず、ここのデータですね、から見て、モンハンナウが今後どういう風になっていきそうなのかっていうのについても一応触れていくんですけども、まず、このドラクエウォークが今1位なんですよ。で、このドラクエウォークが売れている、まあ、大半というか、まあ、大きな売り上げの要因となっているのが、おそらくガチャですね、が、 ドラクエウォーク結構やるんですよ。なので、まあそれに対してポケモン GO とかモンハンなウって比較的ガチャは少ないんですよね。まあモンハンナウだと素材が落ちたら2倍か使ったりとかそういったことはあるんですけども、基本的にはこういったドラクエウォークみたいなガチャが実装されていません。まあそこがね、結構ドラクエウォークとその他の位置情報ゲームに結構ね、差が大きく出ている要因の一つだと思うんですけども、 今後、モンスターハンターナウに関しては、リリースされる前のベータテストで実装されていた、マカレンキンですね、が実装されると、モンスターの素材を突っ込んで装飾品を作るっていう、ま、いわゆるガチャ要素なんですけども、以前は、素材を突っ込んで時間経過で、マカレンキンが完了して装飾品を入手することができて、その時間をジェムで短縮することができていたみたいです。まあ、そういった感じで、このドラクエウォークとポケモンゴーとかモンハンナウにない、ガチャ要素っていうのが、モンハンナウに実装される可能性はかなり 高いのでまあその内容がどういった内容なのかによっても全然変わってきますし、まあ、そもそもね今結構モンハンナウが加工気味というか、まあ、イベントがあんまりなかったりとか、まあ、結構ね武器がナーフされてしまって、まあ、それでユーザーが離れたりっていうこともね今起こっているんですがまだ大きいコンテンツとして古流であったりそういった魔化錬金を控えているのでそこで盛り返すことができればドラクエウォークと並ぶぐらいのコンテンツになる可能性は全然秘めてるとは思いますっていうのが、まあ、他の位置情報ゲームと比べた時のモンハンナウの今の立ち位置になっている とは思いますで、あとは、なんで日本で位置情報ゲームがここまで売れてるのかって話もここに書いてありまして、まあ、移動手段と掛け持ちプレイが人気要素ってことで書いてありまして、まず海外と比較して日本で位置情報ゲームが人気となっている要素としては、まあ、移動手段ですね。っていうのが一つ目として挙げられていまして、日本では電車や徒歩での移動が日常的ですが、アメリカでは自動車が一般的ですってことなので、まあ、これは土地の広さとかもあるとは思うんですけども、結構日本はね、電車で移動してまっすぐ ね狩りに行けたりとかそういったのもあるのでまあそういったところで位置情報ゲームがやりやすい環境になってますよっていうのとあとは日本で人気の位置情報ゲームはゲームから派生した IP を活用している点も大きな要素ですってことで2023年の日本の位置情報ゲーム収益トップ5において4つのタイトルが日本初のゲーム IP を活用したものになっていますすでにあるゲームから別ジャンルのゲームを展開することは容易ではありませんが日本における位置情報ゲームでは成功している事例と言えますってことでまあシンプル あれですよねまあ、ドラクエとポケモンとモンハンっていうのがあとまあノブナガの野望もなんですけどまあこのあたりがもともとね日本で始まったゲームで日本で人気なゲームなのでまあそれをね移植しているっていうのもまあ大きな要因っていうふうには書いてありますねであとは意外だったんですけどもこちらの日本で人気の位置情報ゲームのユーザー分布を見ると 女性ユーザーの比率が高いことが分かります。センサータワーさんのデータによると、2023年第4四半期の日本のアップスターにおけるユーザー分布では、いずれの位置情報ゲームでも、概ね男性が6、女性が4の比率で、ね、2023年8月末にリリースされた信長の野望では、 ユーザー比率が男性後女性後になっていますっていうことで、意外とね、女性プレイヤーも多いみたいですね。まあ、これら5タイトルの平均年齢は35歳で、通勤・退勤時、お昼休みにプレイされていると思われますってことで、まあ、結構ね、女性ユーザーも位置情報ゲームは多いみたいですね。まあ、これに関しては、まあ、シンプルに日本の治安がね、他の国に比べていいので、まあ、その分性別問わずプレイしやすいっていうのもあるのかなとは思うんですけど、まあ、そういったのもあって、結構女性ユーザーが多いのも人気の要因になっているみたいですね。 ちなみになんですけどうちのチャンネルの男女比率に関しては9.5対0.5ですね。 で、あとはゲームの滞在時間についても言及されていまして、モバイルゲームの時間帯別滞在時間は基本的には21時台が増える傾向があるんですけども、位置情報ゲームに関しては時間帯が変わりまして、まあ大体朝の8時から12時台に増加していて、まあ、夕方の17時、18時頃がピークとなっていますって感じで、まあ、夜はそこまでプレイする人がいなくて、お昼時と、あとまあ夕方ぐらいが、 位置情報ゲームプレイしてる人が多いみたいです。なので、まあ、他の人気ゲームと時間帯が被らないっていうことから、まあ、明るいうちは外で位置情報ゲームして、家では他のゲームをするっていう、まあ、掛け持ちですね。まあ、ここにも書かれていたんですけども、こういった掛け持ちプレイが結構人気の要素の一つにもなってるのかなっていうふうには書いてあります。で、あとはね、ここはちょっと残念なポイントなんですが、人気の位置情報ゲームに費やした時間では、ドラゴンクエスト多くが突出しています。で、 2023年10月から12月の日本におけるユーザーが費やした時間では1から10時間月がボリュームゾーンですが10時間以上月では動作が他を圧倒しており30%以上となっています次に大きいモンスターハンターナウが15%などで2倍程度の差がありますっていうことで ま、これしかも、集計期間が、モンハンナウリリースされてほやほやの、10月から12月の集計で、ドラゴンクエストウォークの方が2倍ぐらいアクティブユーザーの時間が多いってことなので、まあ、これは結構ショックですね。で、あとは、下の方には、センサータワーさんの紹介とかね、まあ、そういった内容が書いてあって、まあ、大体記事の内容は終わりになるんですけども、まあ、今回は重要だなって思うポイントだけかいつまんでお話をさせていただいたので、まあ、詳しく読みたいっていう方は、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひ見ていただければと、 思いますで、この記事を読んで、まあ、モンスターハッターナウユーザーとしてちょっと思うこととしては、最近結構モンハンナウがもう同じことの繰り返しなんですよね。もともとメインストーリーも同じモンスターを周回数を増やして強くして戦っていくっていうだけで、まあ、結構作業感がね、やっぱりどうしても出てくるっていうところが大きいと思いますね。 まあ今のエンドコンテンツとしては、流玉のかけら集めですね、とかがまあメインのエンドコンテンツになってると思うんですけど、まあそこにね、楽しさを感じれない方とかっていうのは、まあ結構苦痛になってくるかなと思うので、また別の方向でやり込み要素であったり、まあ他の楽しみ方ですね、とかが出てきてくれると、まあ全然ポテンシャルとしてはまだ古流も実装していないし、まマカレン錬金とか装飾品ですね、まあなんだったらモンスターハンターに関してはお守り要素とかもあるので、まあそういった大きいコンテンツはまだ控えて と思いいますのでそういったのをねだれれ、まあ、ユーザー数が増えるかっていうのを考えると、まあ、一番のヤマ場が、やっぱり2025年ですね。モンハン・ワイルズが発売されるので、特に、ここのドラクエとポケモンと比較した時に、ドラクエとポケモンはそれを乗り越えてきてるんですよ。もうすでに、ドラクエウォークもポケモン GO もリリースされてから、 本家側のタイトルですねっていうのがリリースされているので、まあ、それがあった上でもこの売り上げを維持してるっていうのを考えると、モンハンナウがモンハンワイルズ出た後に同じような動きができるかっていうのは結構ね、個人的には心配だなとは思ってます。ていうことで今回はセンサータワーさんから公開されていた情報をもとに、モンハンナウユーザー目線で色々お話をさせていただきました。これからもモンハンナウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ